本当にどうなるんだろう、何が起こるんだろうってこんなに楽しみでこんなに怖いことはなかったです。エネルギーがビビビビってしたのか今やめたら志半ばだな。演じるってなんだろうと思って、緊張してますから今ね。何かをこう始める表現するっていう時にこう全てを言葉にしないじゃないですか。そのエネルギー、持ってるエネルギーをどう発散してどう使っていくかっていうことのこう言葉じゃないところで共通言語があったっていうのは、あのなんか初日初めて会った時にすごい私は感じて、志っていうとなんかちょっと違うけど、でもまあその志にグループがあるとしたら同じグループだなっていう感覚がなんか私はありましたね。ありがとうございますいやいやなんかどこかこう自分自身を着飾ってなんかちょっと強い心持ちで行かないといけないかなと最初思ってて、なんかこうでも実際会ってみてお会いして、あなんか一気にそれはほぐれて、なんか言いたいことも言えたし、なんか自然に話ができて、そうなんかまあこの間も話したんですけど、あのハッピーに帰りましたあの日はすごいもう、はい、でも出会うべきして出会ったような気がする、あの今日になってみて。多分に今なんだろう、似てるなって思ったところが、こう表現する時の原動力みたいなものが、そのさっきちらっと三藤さんがメイク中喋ってた怒りとか悲しみ、多分そこが似てるのかもしれないです。なんか私も芝居する時ってさあ行きましょうってい う, こうキラキラポジティブな気持ちがなくて、なんかやっぱりこのマグマみたいなこうものは、怒りっていう言葉なのかこう悲しみなのか、こうでもなんかここではないところに行きたいっていう、なんかこう今いる自分に対して疑問があり続けるっていうか、決して言葉としてはポジティブではない、うん、怒りとか悲しみとか絶望と か,、うん、なんかそういうところからこう始まって、まあ、いろんなところを通過してこう肉体が動くのかなって、うん、それは三藤さんに初めて会った時感じました、うん、なんかニコニコしてるし優しい言葉を言ってるけど、いや絶対この人違うぞっていうのはなんか初めて会った時バレました、うん、バレバレでしたねでもそこが信じられるって思ったし、あ信じられる人だっていうのが私は一番、なるほど、いやでも私は最近ずっとあの終わった撮影終わった後も考えてて、そういう部分が共通しているなってどこかで感じているんだけれど、私みたいなはずはないって、宮沢さん私みたいなはずは絶対ないとかって私みたいだったらなんかでしょう、いやでも
やでもそう最初に会った時に、まあ、抱えてるものそれも全然わからないけど何かその抱えてるものがあって言葉にはしないんだけど、まあ、でもだからエネルギーがもしかしたらなんかビビビビってしたのかな。ビビビビ。もうそれ以上の言葉はないですね。私すごくこう子供の頃、まあ、ハーフなので、あのこう容姿的にそのなんか土地にあんまりハーフの子とかがいなくて、なんか意外といじめられっ子だったんですよ。まあ、すごく、心塞いでる子供だったんですけど、でもこう初めてモデルさんをやりませんかって言ってくださった人がいて、こうモデルがやりたくてやりたくてやったっていうよりは、なんか今のこの自分の状況から違う場所があるんだったら行ってみたいっていう、そういう感覚で、まあ、スタジオにまず資料の写真を撮るって言って、でその時に初めてこうメイクをして、メイクっていうか、まあ、子供なんかほとんどしなかったんだけど、あのメイクさんになんて綺麗な髪の毛の色なのって言われた時に、その母親がもちろん褒めてくれたりとか身内が褒めてくれることあったけど、知らない人がこの髪の毛の色を好きだって言うんだって、まあ、11歳だったと思う、10歳か、それですっごい心がすごいふわーってこう開いたの今でも覚えてて、でそれでカメラの前に立ってこう何でもないあの、まあ、照明写真に着替えたみたいな、まあ、でもライティングしてもらって、でこう撮ってもらった時にすごくみんなが綺麗だねって素敵だねって言ってくれたことが今にもつながってる感じがして、存在を知ってもらうっていうことかな、なんかそれはなんか今でも通じてるっていうか、原動力のなんか一番こう真ん中にあるような気がしてます。私は、まあ、踊り始めたのは保育園の先生がこの子は体がなんか柔らかいし、なんかダンスとかやった方がいいんじゃないっていうところから、まあ、近くのそういう教室を見に行く、で、まあ、見た日にやるって私が言ったらしい、で、まあ、始めることになるんですけど、そこからはそれしかなかったっていうか、それしかなかったというか、もう小学生の時には私はダンサーになるっていうことを書いていて、なんかそれ以外のことを考えなかった、考えられなかったっていうよりは多分考えなかったのか、もうとにかくダンスのレッスンに行って、そうだからなんか踊りはやる人っていうか、あまり考えずにここまで続けてきたところがある。よく言えばなんかもうよくかっこよく言えばなんか踊ることが決まってた、けどそれは分かんない、それ以外のことに単純に興味が持てなかったっていうだけかもしれない。なんかこの企画が最初にあった時に本当に何もない漠然としたところからだったじゃないですか、で、まあこうアイデアを持ち寄ってとか、こう私はこの作品に携わるんだったらこういうことを表現するのがいいんじゃないかっていう思いがあったし、こうだんだんそれがこう集まってきた時に、私がその打ち合わせで自分の中に湧く自分のいい部分もあるし、そうじゃない部分もあって、その自分の中の感情みたいなものと自分自身の対話みたいなことってなかなか芝居中表に出るものじゃないし、伊藤さんとやるんだったらなんかそういうことができるのかなと思ってこうアイデア出した時に、人間っていろんな面が本当はあるはずで、よく日本は裏表のある人っていうことをよくないこととして使う言葉だけど、人間には本当に
無限の面がこうあって、で私は多分演じるっていう時にその役に合った面を一生懸命探して、それをこう培養させて、だからまるっきり私ではない人間ではなくて、私の中にある面をその役とこう合体染み込ませていく感じなんだけど、だそれとすごく似てるって言ったらおかしいけど、役はないけどその自分の中にあるある小さな面、獣っていうものをこう膨らまして最終的にやってるのは水戸さんだっていうのが、なんか本当に一緒って言ったらおかしいんですけど、なんかずっと最初に会う前に何を、本当にゼロからだったじゃないですか、うん、だから何を話せばいいのかとか、どういう話をしたらいいのか家で考えてて、あどうなんだろう、何が違うんだろう、何が同じなんだろう、演じるってでも何だろうと思ってなんか書き出してたんですけど、今これを聞けて、あなんか良かったです。何も決めなかったですもんね、はい、いや私だからリハーサルしなくていいって私が言ったんですよね、はい、そうですよね。でいやどっちが言い出したか分かんないぐらいのそういう感じでしたよね。でも本来はリハーサルとか細かくやっぱすごくやりたいタイプだっていうのを、うん、まあ、話してて、宮沢さんもそうだと思いますみたいなのは聞いていたので、うん、なんでまあこういう、でも打ち合わせの時にあこれならこの方向で、うんうん、本当に撮影の日まで毎日この撮影のことを考えていたし、水戸さんと私がその時間の限られた時間の中でこう最大限にこうできることは何だろうって思って、でも結局やっぱり自分がちゃんと表現しないと負けちゃうっていう、負けず嫌いじゃないけどやっぱり同じこう高いところに行かなきゃっていう気持ちがすごいあったから、こういう感じかな、ああいう感じかな、こうすればいいかな、ああすればいいかなってこうまあ思って、毎日本当にどうなるんだろう、いやリハーサルやらないって言っちゃったけど、いや何が起こるんだろうって、こんなに楽しみでこんなに怖いことはなかったです。もっともっといい表現ができる人になりたいっていう気持ち、もっと上手くなりたいなとか芝居が、その気持ちはなんか今やめたらまだ志半ばだなっていう、そういう意味ではこう志のゴールがどこにあるのかって言ったら水戸さんの言うように死ぬ時なのかなって思うけど、でも結局こう私、まあ、表現することってなくてもいいことではあると思うんですよね。だけどこう人って記憶を重ねて生きていて、そのじゃあ子どもの時に見た景色、あの時聞いた音楽、あの時嗅いだ匂いとか、あの時見た舞台とか、その人のこう記憶が、まあ、人生につながっていくんだと思うんだけれど、その人のこう記憶にちょっとでもこうこびりつくような作品に出れることの貴重さはやっぱり誰でもできることじゃないし、それができる環境にあるっていうことに対しては本当にありがたいっていうか感謝しかないけど、多分私が生きるっていうことが
これだからっていうかそれだからっていうだけで、まあ、辞める理由もないし、なんかこれが私だからっていうだけ、答えになってないですかね。なってます。本当になってます。たぎるっていう言葉すごい好きで、今水戸さんを見ててこう喋っててすごくたぎってるなって、そのだから泣くのも笑うのも怒るのも全部中途半端じゃないっていう、それはすごくたぎってる人生だなと思うし、なんか年取ってなくしたくないものはそこかなと思う。なんか若さはなくなってもいいけど、たぎる気持ちは絶対になくしたくないなって思いますね。うん。